フリードリヒ・マイネッケは20世紀前半のドイツを代表する歴史学者。第二次世界大戦後は最も伝統的な歴史学者として晩年に至るまでドイツ史学会に君臨していた。マイネッケの墓プロイセン王国ザック選手ザルツベーデルに役人の子として生まれる。ベルリン大学とボン大学で学び、当初は文学を志していたが歴史学に転向した。 当時のベルリン大学ではランケに代表されるプロイセン学派が主流であった。卒業後は1887年から国家文書館で働き、この間ディルタイの著作に重要な影響を受けたとされる。1901年にシュトラスブルク大学教授になった。マイネッケは1893年からドイツ史学会の権威的な雑誌ヒストロシ社イトシュリフトの編集をし、 ナチスの圧迫によって1935年に辞任するまで続けた。また、国立歴史委員会の会長を務めた。この委員会は1928年に設置されたが、やはりナチスの圧迫で1935年に廃止された。マイネッケは18、19世紀ドイツの知性や文化の歴史的背景を論じた。1907年に出版された、 ウェルバーガートムーンとナッシュナル・スタットの中で一見普遍的に見える世界市民的思想が民族的、国家的関心と深い関わりを持っていることを明らかにした。代表作、第遺伝でアスター・ツレイソンをはじめとして、彼の関心は近代的な国家理性と個人の道徳意識との乖離に向けられている。マイネッケは政治的にはバイマル体制支持派で、 1930年に組閣した朝鮮内閣のブリューニングは彼の生徒であった。また1932年の大統領選挙ではヒンデンブルクを支持した。マイネッケと論争しナチズムに傾斜していったカール・シュミットはバイマール・ジュネーブ・ベルサイユとの対決において自身が批判する時のヨーロッパ広報の御用思想家としてマイネッケを批判している。 またヘーゲルに批判的であったことから、国粹主義的なヘーゲル思想復興の風潮が、著しかった、当時の思想界からは理解されなかった。今日では、ナチス政権の抑圧下にあった経験に基づき、終戦後の翌年、1946年に表したドイツの悲劇が広く読まれている。この書では、ヒトラーとナチス政権を許した根源的な理由を、大衆社会の成立に見ている。 ありがとうございます。